ヒロー・アキラは野球を専門とする日本のスポーツライター。本名は手塚拓。重慶はスポーツライターの手塚人志。大阪府大阪市出身。小学生の頃からプロ野球試合の記録をノートに取るようになり、祖母の家の近くに近畿大学公式野球部の寮があったことから、学生時代の有藤道夫や藤原光を知っていた。大英に売却されるまで、 南海ホークスのファンであった。病状高等学校に進学し、事校の出場する全国高等学校野球選手権大阪大会の試合も観戦していた。一学年上には後にプロ野球、対応に入団する山口忠義がいた。老人生となった1978年秋、母校の野球部員の不祥事関与が発覚。これをきっかけに、 高校野球やアマチュア野球に不信感を抱く。1983年、立命館大学を卒業。落語が好きだったことから、大学時代は落語に没頭し、一般企業への就職を考えることはなかった。大学卒業後、二代目路の五郎の紹介により、情報落語協会に入会、マネージャーをしながら、雑誌に寄稿していた。三代目。 桂春ラ・ハルダン人の弟子がところ属していたことから、南海応援団の活動に参加した経験も持つ。情報落語協会への入会は、落語の評論を書くためであったが、落語家のダメな部分を目の当たりにし2年で退職、コピーライターに転職する。1990年から1992年頃には、フットワークをクライアントととして担当。1992年頃には、 C ガイアの開発チームにも所属した。1996年頃には、大阪府立体育会館における大相撲を張る場所の検証金支払いを担当した。その後食品流通関係の企業、旅行会社の雑誌編集長を経て、IT 企業の広告担当取締役となる。この間、自分で架空の野球選手やチームを創作しその記録を書くという趣味から、 選手のキャリアスタッツに関心を持つようになり、実在選手の記録調査に熱中する。2006年、産経新聞社のニュースサイト、いざ、でブログを開始。2009年1月に、ブログ、MLB をダラダラアイスを、同年12月に、野球の記録で話したいをスタートさせ、2011年11月に、ライブドアに移転、ブログ奨学金受給対象ブログに選ばれる。 52歳の時にフリーのライターとなる。2017年時点でブログは月間で最大100万 PV を超えると報じられている。2012年リバドールニュースにてロンドンオリンピックを題材としたコラム広尾明のハマるぞ五輪の穴を連載するも8月2日掲載のコラムにおいてサッカー女子日本代表監督の佐々木則夫が 南アフリカ戦の試合後記者会見で、引き分け狙いを表明したことに対し、八百町王と批判。この記事が批判を浴び、炎上状態となり、謝罪に追い込まれる。2017年には埼玉西部ライオンズに招かれ、試合開始前にトークショーを開催した。2012年のインタビューでは、野球は2番目か3番目の趣味と述べており、寺院巡りの著書も刊行している。 2017年現在は奈良県生駒市に在住。ペンネーム、広尾明は小学校時代から使用しており、雑誌、情報芸能や落語界への寄稿児も用いていた。スポーツライターとしての活動も手塚人氏との混同を避けるためという理由で、広尾名義で行っている。一方でコピーライターとしての活動は本名で行っていた。いずれも手塚拓名義。 AB 著者プロフィール広尾明、スポーツグラフィックナンバーコラムスポーツ報知記事、野球の記録で話したい ABC 野球の記録で、話したいのプロフィール欄より、ハット ABCD 南海グリーンの青少年時代、広尾明さんインタビューボリューム1、リーバドールニュース高校野球の素的な思い出、野球史野球の記録で話したい2012年3月17日、ABCDEFG、 移植ライター野球離れを嘆くブログで発信コーチに注目。コーチ新聞。オリジナルの2018年8月21日時点におけるアーカイブ。https コロ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20180821160412スラッシュ https www.k-o-c-h-i-n-e-w-s.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ136727スラッシュ2018年8月21日閲覧。ABC 膨れ上がった落語界を勝手に心配する話いたブログ 59S 日日ゼコ実ジツ日本会社社会と プレイヤーズファーストはあ入れない野球の記録で話したい。2018年8月31日。新球団ができるとはどういうことなのか。改めて押さえておく野球の記録で話したい。2017年10月14日。昔の常識。今の非常識野球の記録で話したい。2016年12月27日。ハット AB。野球の記録へのこだわり。 ヒロー・アキラさんインタビューボリューム2リバドールニュースこれからも野球の記録で話し続けたいヒロー・アキラさんインタビューボリューム3リバドールニュースハットなでしこジャパンは八百ちょまがいをしたのだヒロー・アキラのはまるぞ五輪の穴私の記事について https://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ170407スラッシュ rgn1704070036-n1 と html2018 年12月18日日閲覧不本意な更新野球の記録で話したい2016年5月20日。 その他志賀の美味しいコレクション滋賀県、農政水産部職のブランド推進課日清学園、入学案内、神谷俊夫デザイン株式会社、マグロ経済学マグロ館、神谷俊夫デザイン株式会社、手塚拓に関するカテゴリー。ありがとうございます。